丸の内中通りビルは東京都千代田区丸の内2丁目に所在するオフィスビルである。旧名称は三菱電機ビルジング。1960年代、丸の内地区のオフィス需要は旺盛で供給が逼迫していた。これに応じるべく、三菱自称は1917年春光の三菱中13号館、1955年春光の中13号館、別館。 1922年春光の東京電力丸の内変電所の建て替えを計画した。中13号館別館を解体してその跡地の地下に変電所を建設し、その後中13号館と旧変電所を解体して新ビルを建設することを検討したが、北隣の三菱中15号館のテナントの日立製作所が第三大手町ビルへの移転を承諾したため、 中15号館を含めた計画に変更された。1960年12月14日、中13号館別館の解体に着手。同館にあった、洋和会の剣道場や、弓道場は、三菱本館に借り移転した。1961年には中13号館と中15号館の解体を開始。中15号館では、解体を前に、東京消防庁の協力により、 大掛かりな火災実験が行われた。新たなビルは1963年1月16日に、竣工。地下には2万区場の高圧変電所が設けられた。三菱電機本社が入居したことから、三菱電機ビルディングと命名されたが、2005年11月に、三菱電機は東京ビルディングに転し、ビルの名称は丸の内中通りビルに改められた。 1980年から1981年に西隣に竣工した岸本ビル神宮丸の内三井ビルとは一体化が図られ地下駐車場の出入り口を共用とするなどの工夫が図られた。ありがとうございます。